7月27日なんですが、午前中に NHK の朝の番組朝一のコーナーにちょっとお邪魔してきました。今回ファッションの特集ということで、夏を涼しく過ごそうという企画をお手伝いしたんですね。その中で視聴者さんからのファックスというのが最後に来るんですが、今日はそのフォローをしていきたいと思います。生番組だとトークで終わってしまうので、ご質問に対してこんな感じのコーデになるよっていうのをお伝えしていきたいと思います。大人体型トップスイン問題ですね。視聴者さんからのファックスで、インするのをおすすめしてますが、そんなわけにはいかないですよっていうような内容でした。だったらもう来たらズボンととりあえずお腹とお尻は隠そうみたいな。だって出しとけば隠れるから、もうとりあえず見えへんから、まあもうこれでいいかみたいな感じになるもんね。だって見てくださいね、こうだよ、出るじゃん。これがどれぐらい出してもいいかがわからんのよね、この量が。全部インした、インして、全部 OK とかって。で、ちょっと出すけど、ちょっとはどこまで。どこまでって、ね、この高さもどこなんだろうとか。下の位置なのか、それともちょっとハイウエストなのか。ハイウエストにしたらなんか、で後ろから後ろ出しても、この辺もダメだし。斜めならいいんだけど、なんかこうなっちゃう。こうなっちゃうの。どこが切り替えか分からんもんな、これ。もうまさにごもっともって感じです。本当にいろんな方、いろんな体型の方のコーデするんですが、やっぱりそのインがそのままやるっていうのは、皆さんがおっしゃる通りにちょっと難しい、苦手っていう方ほとんどだと思います。番組の中では積極的にインして大丈夫ですよっていう話をしたんですが、もっと本音を言うと、別にそこまでし無理して入れなくても大丈夫で、なぜかというと、まずその1なんですが、最近はインしなくても大丈夫なトップスがあります。こういう風にトップスの丈が短くて、そしてほわっと隠れるっていうものがあるんですよね。こういうのを利用するとインしないまでも足の長効果が期待できるので、積極的に利用することで足が長く見えてスタイルアップになるっていうのはこちらで十分なんです。基本こういうのに出会ったら絶対買いです。その2、今お伝えした短いトップスっていうのもあります。最近はボトムスがハイウエストっていうのがすごく主流なので、それ用にトップスがなってきてるんですね。でそういう意味ではすごくコンパクト、短いっていうのもあるんです。なのでその短いものをそれを見つけてそのまま着るっていうのもありです。こうすると何がいいかって、大人体型の場合なんですが、だいたいこの辺がふくよかになってるのプラスアルファ、お胸の方も結構ふくよかなので、そうなると着た時に胸のところからストーンって落ちるので、下まで行かなくてもお腹がほわっと隠れるんですね。これはめちゃめちゃおすすめです。でしかもこの対策は痩せてる人だと使えないんです。痩せてると逆にお腹が出てるのが目立ってしまってちょっと無理なんですよね。だけど、大人体型の場合は全体的にふくよかなので、いい感じでお胸が、お腹を隠してくれるメリットがあるので、これは短い丈のトップスを使っていただくといいと思います。3つ目は半分インですね。でこれはもう本当にだいぶ前からスタイルスナップの方でお伝えしているやり方なので、とにかくちょっと長いなと思ったら、足長効果を出すためにボトムスのどちらかにちょこっとだけインするっていうか、こうすることで斜めのラインができて足が長いところとお腹も隠すっていう、この2つのメリットがある。でその場合はとにかくもうちょこっとだけ、ちょこっとだけ引っ掛ける、これもこういう形で、ただもうこれだけで、こうするだけでここのところが斜めになるから、なるので足が長く見える部分とお腹が隠れる部分で、こうすると横を見るとお腹がしっかり隠れるから、なので気になる部分は隠れつつも足の長さは出せるっていうスタイルアップができる。ちょっとやってみていいですか、時間で。これで普通にまあちょっとのところだけ入れて、でここのバランスがちょっと少しかぶせる。そうふわっとお腹が隠れるぐらいにする。ここの手です。実際にここは見せちゃいけないの。そう、ここ見せない。ここポイント。ここ見せなくて、ここはとにかく隠す。結構ガ
ガシッと入れたくなるんだけど、なるんだけどここは入れずにここもうしっかり隠す、そう、これで OK で、後ろ、そうすると後ろもしっかり隠れてるので、隠れてるので、これであのお尻も隠れてるのでこれでいいかなっていう。若い子の間で、ね、ちょっと孫の対策っていうのが流行ってるってことなので、今回新しい対策をしてみたいと思います。これならすごい簡単、はい、で何かっていう と、こういう形で裾をゴムで軽く縛るんですよ。でそしたらその端をこの中に入れちゃうって感じですね。これで OK。 それだけ、うん、そう、すごい、あ、元をだまだじゃあそれをこれを端に、端をちょっとこう結んで、これを縛る。え、ステップ1これだけ、うん、でそのまま中に入れる、これこう入れるだけ、突っ込む、うん、以上、これ以上ワンツーオッケー、めっちゃいいじゃないですか。心も自然になってる、うん、これ使える、これはええわ、確かにできるな、うん。そのままほとんど同じです。お悩みというか女性が抱えてるのってそんなに大きくは違わないんですよね。大体皆さん同じことで悩んでらっしゃるっていう感じなの で少しでも役に立てれば嬉しいです。で本当ちょっとしたことで皆さんが綺麗になるっていうのはもうね本当にたくさんマチがあるんですよね。なのでもういっぱい試していただいてより素敵になっていただきたいなと思います。それこそちょっと余談ですけど、午前中の髪の毛ひどすぎたみたいな、メイクもひどかったみたいな、うちわでは大丈夫みたいな、本当美さでも全然また印象が違うんですよね。ということでもうそういう意味ではもう本当日々私自身が苦労しているので、そのを皆さんにできるだけ自分で苦労している分を皆さんには苦労させたくないと思いますので、私も研究して皆さんにいろんなコツをお伝えしていきたいと思います。はい、ということで今日もお伝えしてきました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録のまだの方はぜひしていってください。今日もありがとうございました。それでは素敵な一日をお過ごしください。